さかい。はい。山のうちの東天井山古墳に来たんですがね、さあ見れますかね。はい、今日もこのナビで、ナビを信用するといつも大変なんだけどね。これかね。これ古墳やな、おそらくな。もう形状が間違いないですわ。これ国道25号線でございます。これずっと上がっていったら針の方に行くんですけどね。まあ西名阪、東名阪があるんでね、24号はね、25号か。まあ入らないけどね、走らないけどね、これ。まず走らないけどな。行かれへんねんけど、これ。あれ、入られへんの、これ。残念。あっこもね、あっこもなんかあんだけど、古墳が。入れまへんか、これ、この古墳。あら、入るとこがうまへんな、これ。そこからでも入れないかね。東天井山古墳、間違いないけどね。右方向です。いや分かってんねんけどね、入るとこないんですよ。ここですよ。はい、入るとこないね。古墳の形状もわからんがね、これじゃ。あ、ここから上がれるか。ここから上がってみましょう。ああ、歩いた道はとりあえずあるね。わからんね、これじゃ。おお、向こうの古墳が見えたかね。ほんまに古墳みたいな感じになってるけどね。あら。こうやろうけど、入る道がないね、これ。入れんね、これ。これが古墳でしょうね。まだこっちかね。こっち言うとんだけど。ここに入られへんじゃん。ここは古墳の墳丘でございますけどね。入られへんか。入られへんな。形も分からへんか、形も。到着しました。お疲れ様でした。はい、はいはい。上入られるんですね。残念でしたね。あら、前方こういう風やん、これ。これこういう感じで前方こういうになってますよ。ちょっと崩れてるけどね。おお、高いね、これ。ん、これ円墳かね。前方こういうじゃなくて円墳かね、これ。こういうことかね、この円墳かね。ちょっと待ったやつの。はい、円墳だそうです。西天井山古墳近くだけど、行けんのかね、これ。なんか近いと言うとんだけどね。反対側か。あれがそうか。ああ、これ円墳ね。この円墳ね。はいはい。これ人が入った跡がないね、これ。全然人が入ってないから、歩くの大変やわ。もうね、円墳が崩れてますね、ものすごくね。これが東で、こっちが西ですよ。この波の。あ、西も円墳やな、これ。
どっか通らないか、こっち左から行くか。いやいやいや、これは大変だ、これは。東は噴気を登れんかったな。あ、登れるな、あれ。登るかもしれない。これが西、天井山古墳。これは英墳ですな、これ、見た感じね。上がれませんか。これが墳丘でございます。墳丘でございますけどね、上がるのが大変でございます。あら、掘ってありますわ、これ穴を。石棺とか見えんのかね、これ。いやー、見えないね、何にも。掘ってあるんだけどね。こっちはちょっと曇りかな、西の方が。何にも見えないね。なんか、ホタートがあるんだけどね。墳丘の、墳丘の真上にはね、木をいっぱい置いてあるんだけど、なんかあんねやろな、これ。これだけ木を上にかぶせたということはね、見えないか、見えませんな。はい、これが墳丘でございますね。見えませんでした、何にも。ほんで、こっちが東側、こっちが。東の方がだいぶ高いですね。これは降りられないね。ここから降りれるかね。そうだそうだそうだ。ここから降りましょうか。いい。全く感じされてないからね。妄想だけがいっぱいでございます。どこ上がれないかね、これ。東。こう行ってみるか。どっか上がれないかね、こっちから行け。こっちの方がやっぱだいぶ高いな。竹がいっぱいやからね。墳丘、はい、あれ、はい、墳丘上がってましたけどね、何も見えんか、これ。あら、ここもね、掘ってありますけど、ないか。石棺見えないの。石碑でも石棺でも。あら、何も見えない。掘ってあないけどね。何も見えないね。残念でございました。はい、こっちが東天井山古墳でございました。英墳ですね。ここから降りられんかね。どうも降りれんな、これ。あ、ここから降りれるか。穴は掘ってはないけど、何にもないね。ここから行きませんか。はい、だいぶ近道で降りてきました。ありがとうございました。はい、退却。はい、東、西、
天井用の駒、はい、以上回りました。はい、ありがとうございました。いや大変でした。足に来るね、何にも看板も何もないからね、大変でございますけど。これからなんとか登ろうと登れたのこれ。いやこれ登られんな、これじゃ危ないな。この急激な坂は登れないね。はい、ありがとうございました。